トーマスの顔を見てエロスを感じる友人に絶句。どうも、おにぎり定食です。今回、えー、トーマスのね、新しい情報が入ってきましたので、ちょっと、あの、意見を言っていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、あの、リニューアルした内容なんですけども、あの、今回は12月の24日ですね、今年の、に新しくテレビが、あの、テレビ放送が始まるということで、情報が公開されました。 えっとね私の動画でもまあ何,回何個か前にですねトーマスの映画版についてちょっと意見と言いますか考えを述べさせていただいたんですけどもその時の内容と比べてじゃあ何か変わってるのかっていうとまあパッと見やっぱ変わってませんでした何かあの映画変わってるのかなちょっと前と同じようになってるのかなと思ったんですけどもやっぱりまああのもう決まった新しいポップな感じのトーマスになってました まあね、昔から無機質なあのトーマス、まあ、あの森本龍時代あの、戸田恵子さん時代の,あの古いファンから言わせてもらってやっぱり今回のこのチャレンジに満ちたね、このポップなトーマスってのはやはりかなり抵抗があります。声優さんもね、頑張ってあの歴代のトーマスですとか歴代のパーシーをかなり復讐した演技もしてもらってますんで、まあ演技自体は結構すんなり入って受け入れることができるのかなと思うんですけど、やっぱり 展開と言いますか、演出と言いますか、そこがやっぱりどうもまあデザインですよね。どうも受け入れられないのが、今んところ私の心情でございます。おそらくまあそう思っている方も多いんじゃないかなとは思います。で、まああと、まあ今回の情報で声優さんが新しくまたキャストがね発表されてますんで、そちらはちょっと公式ホームページを見ていただいてちょっとチェックしていただきたいんですけれども、あの、まあパッと見、 私が見た感じですと、あのー、結構、ゴードンとか、ジェームス、ハロルド、あたりに、まあ、ちょっと、あの、レベルの高いと言いますか、人気のあると言いますか、ちゃんとした役者さんを選んできたのは、ちょっと驚きました。というのも、あのー、トーマスとか、パーシーとか、ヒロとかあ、そこら辺がね、前回のあのー、私の動画見てもらったら、キャストも変えてるんですけども、 こうまあ、新人から、新人から中堅の間みたいな人をね、対応してましたんで、ちょっと、演技力には、ちょっと、演技力と言いますかね、表現力と言いますか、ちょっと、疑問と言いますか、ちょっと、パワー不足じゃないのと思っている方が多数おられたんですけども、まあ、脇の方はね、結構あの、伊藤健人さんとか、まさかの竹内、俊聖君をね、あの、使うっていう、あの、暴挙とは言いませんけども、まさかっていう感じで、採用されてますんで、まあ、メインどころはちょっと、 あの若手に任してそれ以外の脇をですねあの実力派俳優で実力派声優さんでちょっと脇を固めてきたのがちょっと好印象でしたとあとまあ,あの公式の方もね新しい情報を見てますと新キャラの方もまあ続々と出てましてまあ今回もこういうキャラクターを投入するということなんでまあやはりちょっとやる気は感じられますよね初めはちょっとやる気あるんかなと思ったんですけどもまあなんとか見てもらおうとか新しいその まあやっぱりね、アニメっていうのは、グッズを売るための反則なんですよね、やっぱり。反則。反則ってあの、あの NG とかヒールとかそんなんじゃないですよ。あくまであの、販売促進ですね。の方を、やはりあの、やるためにアニメをやってる。だから皆さん無償で見て、見ることができると。で、その売り上げが、また次のアニメの、 あの、次の2クール目、3クール目、次回改作に生かされるというのがパターンというか常識というか、あの、王道パターンなんですけどもね。まあ NHK やから、一般的な国民から全部金取ってるんで、金はあるはずなんですけど、なんで、まあ制ケチってるのか分かりませんけどね。役者さんにあたりちょっと、若干こう、コストを重視したような感じにはなってるんですが、いかがなものかなと思いますが、まあそれはさておきですね。 まあ、とりあえずね、そのリニューアルされた PV 見ましたけども、やっぱしね、そのポップさ売りにしてるから、こう、哲学的なんとか、あとまあちょっと、重々しいとは言いませんけどもね、あの、社会のルールを、こういうもんだよと、それを破ったらこうなるんだよっていう、やっぱ哲学と言いますか、人間学と言いますかね、 その部分がかなりやっぱ緩くなっているような気がしますね。トーマスってね、意外とそこ辺をね、学ぶいいもんだんですよね。私もやっぱそこで、なんでこうなのお母さん。なんでこうだったのお父さんってやっぱ聞きましたからね。そうするとやっぱしまああの、父親ですとか母親がやっぱこうこうこうだからダメなんだよ。こうこうこうするとうまくいかないんだよっていうのをやっぱね、親子の会話として楽しんでた節がありますんでね。まあそれがちょっと薄れてしまうのはどうかなと。 思うんですけども、皆さんはどう思ったでしょうか。まあね、時代の流れというのはありますから、まあ多少のデザインの変化は仕方ないんですけどやっぱちょっとしっくり来ないなっていうのが、私の意見でございます。で、まあ、それでですね、まあデニューアルの内容としては、公式ホームページとか、あの、その公式の PV を見ていただければ、 わかると思うんですけども、まあ今から言う内容はちょっと油断と言いますか、まあ世間的にトーマスの新しいトーマスのことをどう思ってるのかなというのをちょっと独自にちょっと調査しましたんで、それをちょっと発表しようかなと思ってます。まあごめんなさい、会社の昼休み等を使っての簡単なチェックなので、まあゆるい分析だと思って聞いてください。ええー、と、とりあえずまあ今のその新しくなったトーマスについてみんなどう思ってるのかなというのちょっと簡単ですけども、ツイッターで検索してみました。あの、 トーマスリニューアルどう思うとか、トーマスリニューアルみたいな形でタグ入れて、ちょっとまあ検索してみました。そうするとですね、まあ、約100件ぐらいちょっと私確認したんですけども、意外や意外、この新しいね、あのー、デザインを受け入れてるっていうのが、約30通。まあ約です。<laughs> もう厳密に数えたわけじゃないので、ね、約30通です。 で、やはりちょっと否定的、うーんー、やっぱちょっと見づらいよねとか、ちょっとこんなん嫌やなっていう否定的な意見の方がですね、やっぱり半分ぐらい、約5割。で、足してまあ8割なんですけど、残りの2割はどうなのって言ったら、まあ、こあの、どっちでもいいやと。あの、トーマスっちゃトーマスだし、まあ、子供が見るならそれでいいんじゃないみたいな感じの、まあ、どっちつかずと言いますかね、間の意見っていうのが約2割でしたね。という、逆を言うとですよ、 ま、反対意見が5割、あのー、なんていうんですかね、昔ながらのデザインがいいっていう方が5割いるのは事実なんですけども、逆を言うと3割は受け入れてるんですね。僕としては、まあ、おにぎり定食としては7割ぐらい NG かなと思ったんですけど、意外や意外、あの、ね、あのー、意外と5割ぐらいで止まってるってちょっと驚きました。えー、で、まあ、あのー、内容ですね。なんでその、このデザイン受け入れられるの、受け入れられないのかっていうのもちょっと簡単に見てみました。 で、受け入れてる人の話、まあ、その約3割の人ですね。で、の意見としては、前のトーマスが怖かったと。子供が見たら、その今のトーマス、昔のトーマスも泣いてしまったけど、今回のトーマスを見たら、笑顔で見てくれたっていう意見が結、結構あのー、大多数でしたね。トーマス怖いかっていうのが、正直に言ないんですけどね。えー あの無機質なな顔がいいいんじゃないとかうん僕もね、昔から見てますけど、あの顔の方が好きなんですけどね。まあまあまあ、一意見なんでね。あの、しょうがないんですけども。はい。だからその、あのポップなデザインが可愛いと、あという意見も多数でした。可愛いかっていうのが正直なとこですけど、これもね、ここ、あの、私だけの意見かもしれませんけど、なんか微妙な感じですけどね。ただ、3割の人はそういう風に肯定的に、 捉えられてますんで、まあまあ、そんなに悪いんじゃない、悪いそのデザインじゃないのかなというのが客観的なデータとして見られます。で、逆に5割は反対している、まあ、解雇ドの方ですね。昔から好きだったっていう人の意見としては、やはりあの、このポップなデザインのトーマスは受け入れられないと。なんでか言うと、やっぱしあのー、 明るすぎると、トーマスっていうのは、ね、先ほど私も何の中うで人間のそのルールを学ぶ馬なんですよね。だそのルールを学ぼうとしてるんだけど、ポップすぎて伝わってこないですとか、あのー、なんで雰囲気が明るすぎて、あの鉄道の殺伐とした分、別、ま、に、あ、鉄道自体が殺伐としてるわけじゃないんですけど、なんかおかしいんじゃないかっていうことで、やはりあの昔のデザインのがいいなとか、中にはやっぱりあの戸田恵子さんバージョンがやっぱりいいなっていう人もいました。 で、もっとマニアックなことを言うと、あの、向こうの、その、イギリスの方のデザインの絵本の方が、あの、デザインもう一回やってくれないかな、っていう、強者ももいました。その、<laughs> なかなかその強者は,はすごかったですよ。やっぱりその、どん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 ,どん、あの、軟弱化してると。 鉄道はそうじゃねえっていう意見が書いてありました。なかなか面白い意見でしたけどね。で、あと、まあ、どっちつかずの人っていうのは、まあ、あの、見れたらいいよということですよね。まあ、トーマスには変わらねえだろということで、まあ、あんまり深く追求することはないかなとは思います。で、私がちょっとね、あの、まあ、このデータからちょっと寄与するなっていうのがもう実は一件ありまして、あの、プラレールですよね。プラレールのデザインが変更されつつあるんですよね。 これがちょっとね、私の中で痛いんですよね。おそらく、あの、トーマスの売り上げ、ほとんどプラレールだと思うんですよ。まあ、プラレール、もしくは、あのー、ね、あのー、阪急じゃないわ。<laughs> ごめんなさい。富士急ランドのね、あの、トーマスランドとかのあのデザインでかなりの売り上げを占めてると思うんです。あと、あの、どこ千図駅、あの、大井鉄道ですかのあのデザインでかなりあのー、かなりのデザイン量、ごめんなさい,い。あの、イベント量で稼いでると思うんですけども、 まあ、それがどうなっていくかですね。そこは変わっていくのかっていう話なんですよね。で、一応ラインナップ、あの、プラレールのラインナップを見ると、実はもう入ってんですよ。その新しいバージョン。さあ、これは困ったなと。今までのバージョンとどう、こう、折り合いをつけていくのか。そこがちょっとプラレールさんの腕の見せどころ、プラレールの腕の見せどころだとは思うんです。宝富さんのね。だから、これが、ここがどうなってくるかで、ちょっと、あの、また大きな意見が分かれてくるんじゃないかなと思います。 いるかうーん。で、私、あの、トーマスのガチャガチャ好きでよく買うんですよ。あの、ま、あ息子もね、あのー、そういうの好きなんで、あの、息子のお土産にもよく買うんでね、あの、愛着があって好きなんですけど、まあ、あこの2、300円のガチャガチャ出来が良くてね、あの、全枚式で回して、プラレードの代わりになるんで、であの、ほんといいんですけど、これが今のデザインになった場合、買うかなって言ったら私ちょっと買わないと思いますね。それぐらい嫌な感じがしますね。いや ま、嫌というか、嫌ってうっ失礼ですね。あの、受け入れられない現状はありますね。これで2、300円払うんかって言ったらちょっと嫌な感じがしますね。うーん、なんか馬娘で課金してるような感じ。まあ、馬娘の課金が悪いわけじゃないですよ。馬娘の課金が悪いわけじゃないんですけど、プラレールにそういう課金はなんかなーっていうのを気がしてきますね。なんかアイマスに課金してる。だから、<laughs> あまり具体目出すと、ちょっとディスっているように思われるかもしれませんけど、まあ、そうじゃないので、あれなんです。ちょっとそこだけはちょっと否定しておきますので、もう気を悪くされたらごめんなさい。 まあとにかくこのデザインでどうしていくかどう勝負していくか物販の方どう頑張っていくかっていうのはちょっと高田富士さんの腕の見せ所でどうなっていくのかなっていう思いがあります視聴率で伴って売り上げが下がる売り上げが下がるイコール次のトーマスの作品が出ないっていうのは避けたいとこなんでまあオフセじゃないですけどもまあ1個か2個ぐらいガチャガチャ買ってその出キを出来栄えを見るという感じのはありなのかもしれません まあね、あと最後に言うとしたら、まだまだあのー、トーマスは結構ね、キャラクターがいっぱいいます。本がね、結構出てるぐらいです、すごい分厚い本が出るトーマス図鑑ってありますんで、あそこに出てくるキャラクター、まだまだね、いっぱいおりますんで、これがどんな声優さんが当てられるかで、またちょっと、方向が変わってくるのかなと思います。どうも、a t 1プロデュースの所属の方をメインで出していくみたいなんで、まだまだ、きっと実力者がいると思いますね。にひょっとしたら、あのー、他のアニメで人気になった方が、 投入されるという可能性もありますんで、ひょっとしたらね。あの縁、ー、起の方で化けるかもしれないんで、そこはちょっと期待したいなと思っております。最後に、えー、まあ、このトーマスまあ、どうこういうのもあり、ありっちゃありなんですけども、最後に決めるのはやっぱしそれを見てる人なんですよね。大人が見てもいいですし。送電お子さんお子、お子さんとか？ あの、子供さんが見られるというと考えると方法もあると思います。どっちも正義だし、どっちも間違いではないので、あのー、それで、ちょっと、あの、成功だったか不、不正、不正功だったか、失敗だったかの判断の指標になるのかなと思います。結局はね、プラレール買ってっていうのはやっぱ子供さんなので、やっぱり子供の意見が最大の、 あのー、一撃な、なると思います。だから、お子さんがオッケーやと言ったら、あの、オッケーなんですよ。このプラレールというか、あの、トーマスの世界は。だからね、あの、お子さんに、どん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 、あの、アピールするような動画なり、あの、アニメ作品を作ってほしいなと、切に願っております。えっ、ー、と、いい、いいプラレールを作ってくれたら、私も投資いたしますので、高田富ーさん、今後の発展を願っております。いいものを、どんどん作ってください。 期待しておりますんで、よろしくお願いします。以上、おにぎり定食でした。バイバイ